ようこそ。日本人とお菓子屋やっています。杉内裕香です。このチャンネルは日本人の心の中まで、あね、私の心の中なんですけどをぎゅっとまとめてアップしてみよう。ね。そういった種のチャンネルです。本日のお題、日本人どうしてチップを受け取らないの問題です。あ、先に言っておくとあのもちろん受け取る場合もありますけど基本的には受け取らないからね。 例えばそうですね、飲食店のね、話をしましょうか。従業員が、まあ何人か、五六人かいらっしゃるような、まあちょっと中規模のね、えー、お店屋さんとレストランということにしておきましょう。そこでなぜ受け取らないのかと言いますと、もう一番の理由は、もうね、あの面倒くさいことが起きちゃうからです。まあね、あの、日本ってこう調和ね、調和とかね、ルールとかを結構ね、 大事に守るんですよでねあの基本的なレストラン日本のレストランはチップを受け取ることを想定してないわけですねマニュアルルールとして。だからそういった時に一従業員がお客さんからチップを頂きましたとね例えば500円頂いた思うみたいなことがあった時にうーんこの500円どうしようかとねあの自分だけが知っていればまあそっとあの いただくとかねもうありなのかもしれないですけれども、まあ、何人もねほら同僚いるじゃないですかそした時にあの人もらってるなと思われたら嫌だなとか思っちゃうまあ私だったらね。<laughs> なので一応例えば上司に言うじゃないですか「500円もらっちゃったんですけど」って言われると上司もうーんその500円の扱い困っちゃうから返してきてみたいなね事象が発生しちゃったりすると慌てて返しに行く。 だったじゃあもらっとけばって例えば上司が言ったところでま、まあ、500円とかちょっとしたお金ではあるんですけれども他の人たちも同じように働いている自分も同じように働いているのにじゃあなぜ自分だけよりお金をもらうのかって言った段階でこれちょっと不公平感がね生まれちゃったりねしちゃったりね日本人はねあったりしちゃうんですよ。ちちょょっっとと難しいんですけどねねあの調和が、ね、調和和がが大事だからちょっと ちょっと飛び出ちちゃうととねちょっと難しいみたいなね仲良くしたいみたいなねことがありましてちょっとチップまい、あ、らないっていうことになってるんであのもしあのチップくださる気持ちがある方いらっしゃいましたらあのチップの代わりに「ありがとう」と「美味しかったよ」とねあの一声かけていただければと思います。まあ、うーんあとはなんかその日本 人は基本的にあの気を使って生きておりますので日々日々いろんなことに気を使っているのであのもちろん業務中も気を使いますよねあのサービス親切丁寧なサービスもえ気を使っている結果でございます。ということでえこの日々日々使っているえ何ですかねあの気を使っていることによってこのいつものお給料によりよりもらうのは悪かろうみたいな「いいですいいです」みたいになりがちみたいなね。 まあもちろんねもらえたら嬉しいものは嬉しいとは思うんですけどねなんかこうね、まあ、タクシーとかでね乗って入ってなん1800円ですとかって言って2000円渡してお釣りいらないよみたいなことをねあのされてる方もね結構いらっしゃるんで、まあ、チップが絶対なしかって言ったらそうでもないみたいなんですけど、まあ曖昧ですよねみたいな感じです。ということでした。本日はここまであ もしまた見ていただけるようでしたらチャンネル登録していただけますと大変ありがたと思います。まあ、あとはなんかちょっと日本人の意味わからんみたいなのがねありましたらちょっと英語などでコメント欄にちょっとご記入いただければ、えー、探してまいります。あの自分の中かこう外からこう、ね、集めてねこうスピーチみたいな感じで頑張りますのでということでよろしくお願いします。では本日もここまでごきげんよう。